湖西市は市内にかかる四つの橋の名前が書かれたプレート十四枚が。何者かによって盗まれたと発表しました。湖西市によりますと、盗まれたのは新込橋やきび坂橋など。市内四つの橋の名前のプレート、合わせて十四枚です。プレートはいずれも真鍮製で、被害額はおよそ七十万円相当ということです。 18日の夕方帰宅途中の市の職員が新込橋のプレートがなくなっていることに気づき市が点検をして発覚しました掛川市でも今月上旬に4つの橋の16枚が被害に遭っていて湖西市は警察に被害届を提出したということです